皆さんこんにちは。大家好。私たち霞城の三人衆です。我们是霞城三人众。今回は沼田の魅力を紹介します。这次我们会介绍沼田市的魅力。今回はぬっくん、まっくん、たっくんのキャラクターも一緒に来てくれています。这次由我们沼田市的吉祥物来。まずは沼田城を紹介します。我们会首先介绍沼田城。皆さん。ここは沼田城です。今は沼田公園として多くの人に親しまれています。そしてこの沼田城を建てたのが自分が今手作り甲冑で着ていて、さらに後ろに石像がある真田信行です。また隣には妻の小松姫の石像もあります。日本俗百名城に選ばれるほどの名城で、戦国時代数々の武将が欲しがったお城なんです。そしてこの後ろ、今は何もありませんが、この真田信行によって五層の天守閣が建てられていました。城昭は江戸時代の初めに真田信行の子信義によって沼田城三の丸に作られました。真田氏や領民の安寧が願われています。この鐘は数々の困難を乗り越え、今本物は沼田市歴史資料館にあります。これは西櫓台の石垣です。400年以上前の真田氏の時代に作られました。その上に枝を伸ばす御殿桜は春には見事な花を咲かせます。次は大正ロマンの街並みについて紹介します。旧沼田貯蓄銀行は今から124年前、明治31年に開業した銀行です。数年前ここに復元移築されました。旧沼田貯蓄銀行は都営沼田に残る唯一の明治時代の企業風建造物です。あ、なんかルックも遊びに来ています。外は洋風ですが、中は洋室だけでなく和室もあります。次は旧都市邸住宅洋館です。最後の沼田藩主の子として生まれ、藩の殿様と呼ばれた時明主作が東京に建てた建物です。ここはドイツ風の建築です。こちらの後ろの窓は見どころの一つです。まるで大正時代にタイムスリップしたかのようですね。皆さんもタイムスリップしてみませんか。葛生山は今から1000年以上前に自覚大師円仁によって改装され、徳川家康の祈願所となった格式高いお寺です。日本三大天狗にも数えられ、最初の年に天狗のお面を借りて帰り、次に参拝するときに門前で購入したお面と一緒に返し、別のお面を借りるという珍しい習わしがあります。ここ葛生山の天狗信仰は、このお寺を曹洞宗に改修改ざんした天尊慶順禅師というお坊さんに仕えた中法尊者という方に由来します。この中法尊というお坊さんが、天尊禅師が住職の座を譲った時に、我葛生仏の化身にしてすでに権化起業は終わった、よって今後は長くこの山に霊し、松葉の衆生の幕府与楽せんと言ってこの山から昇天したそうです。その時に天狗面が残ったそうです。皆さんも日本一の大天狗の寺、葛生山龍芸院弥勒五穀禅師にぜひ参拝してみてはいかがでしょうか。続いては吹割の滝。その豪快で美しい姿から東洋のナイアガラとも言われています。まさに滝壺に注ぐ水のカーテン、圧巻です。またこの滝には竜宮伝説まであったりするのです。最後は日本一の河岸段丘をお見せしましょう。最後、ちなみに看一下、日本第一の河岸段丘は。沼田市は市街地が河岸段丘の上にあり、なんとこんな素晴らしい景色を上から見下ろすことができます。70メートルの高低差があり、その雄大さを実感してみてください。请感受一下这么雄大的景色吧。皆さん、いかがでしたか？大家觉得怎么样啊？群馬県、そして沼田市にぜひいらしてください。希望大家能来拜访我们群马县和沼田市。